松平忠てる。松平忠てるは、安土桃山時代から、江戸時代中期にかけての大名。天正20年、1592年1月4日、徳川家康の息子として、江戸城で誕生した。幼名は立千よという、少年が立年だったのが、その由来と思われる。聖母、茶曲の身分が低かったため、家康は誕生したばかりの立。 地を素直に喜ばず、捨て子のしきたり、当時は、捨て子の方が強く丈夫に育つとされ、安育祈願として一度時の門前に子供を捨て、通りがかった家臣に拾わせて自分に届けさせて、育てるという風習があったの際に家康の側近、本田正信に拾わせ、養育先を探させて、下津栃木、港川城主で三万五千国の大名である。 皆川広照に預けられて養育されることとなった。家康が忠てると面会したのは、慶長三年、1598年のことであるが、その時も家康は忠てるを嫌ったと言われている、後日、慶長四年、1599年1月、家康の七男で、同母弟の松千代が創生したため、弟の名跡を継ぐ形で、長沢松平氏の家督を相続し、 武蔵国に深谷一万国を与えられた。慶長七年、千六百二年に、下宇佐国桜五万国に数を違法され、原服して、和佐助、け、たてるを名乗る。慶長八年、千六百三年二月、品野国川中島藩十二万国に数を違法され、町城、町城城主となる桜井法が、前年十二月であったため、わずか四十日で二度の天保となる。 家康の腹心で幕閣の大物である、大久保長安が、不賀郎として補佐することとなった。慶長十年、1605年、家康の命で、大阪の豊臣秀頼の右大臣就任の際に、面会している。慶長十一年、1606年11月24日、大久保長安の仲介により、伊達政宗の長女、五郎八姫と結婚した。慶長十三年、 1608年、同母姉、岐阜姉の婿の花井義成が、不我老とされた、花井の娘と、長安息子は夫婦。慶長十四年、1609年九月、幼き日の忠敬を養育し、この頃は、幕府からの不我老であった、皆川広照や、山田和時、松平清直ら古くからの家臣が、忠敬の素行の改まらないことを、寸府の家康に訴えた。 家康川からは逆に過労に不適格であるとされて、高寺氏、清史家は、海域、おもたつは切腹となった。慶長十五年、1610年うるう2月、越後高田藩、福島城主、法日三十万国を加放され、この時、川中島十四万国と併合して、合計四十五万国を領主した、恩境六。丘漁の川中島領は、 花井義成が待て上代となって支配した。越後領有当初の忠敬は、堀氏が築いた福島城を居城としたが、慶長19年1614年に高田城を築城し、これに移った。高田城は、幕名、天下武神により、忠敬の義父である伊達政宗をはじめとした十三家の大名の助役で築造された。しかし父、 家康との距離は縮められずじまいのまま、慶長19年、1614年の大阪冬の陣では留守居役を命じられる。豪貴なただてるには不満が残る命令であり、なかなか高田城を出発しなかったが、学府の建達政宗の促しもあり、結局これに従った。慶長20年、1615年の大阪夏の陣で大阪に出陣した。 山和口の総督を命じられたが、地産により、軍港を挙げることはできなかった。同年8月、家康は忠てるに対し今後の対面を禁じる旨を、伝える使者を送った。元那2年、1616 16年4月、家康が死去した。家康は、今はの際に、秀忠、吉名を、信、頼りを呼びながら、忠てるだけは呼ばなかった。 配越を望むただてるは駿府まで、自ら参じたが、家康は最後まで面会を許さなかった。徳川みは、ただてる、急ぎはっとして、駿府へ参られ、宿老をもてご儀式伺われしに、家康は森の外のお怒りにて、城中へも入るべからざる修行下され。ご対面も、可能は、ざれば。少々、タダテルただてる戦方なく、ご城下の前寺に空居して、 ご気の暇を伺いて、写したて祭られんとするうちに、皇居、と伝えている。元那2年、1616 16年7月6日、忠だる兄、秀忠から改役を命じられて、伊勢国朝様に留在とされ、今後、正寺に入った。聖母、茶局は、家康の側室の茶局や高台院などにも取りなしを依頼したが、聞き入れられなかった。元那4年、 1618年3月5日には、飛田国鉱山の金森茂頼に預けられた。この際、死者の近藤修養、中山寺守に対して、我罪あらんには、このままに死を玉るべし、徳川三と主張して、動こうとしなかったが、幕府の重臣らがとにかく将軍に陳謝することを勧めたため、ようやく飛田に赴くことにした。歓迎3年。 1626年4月24日には、品野国諏訪の諏訪より水に預けられた。そして、天羅3年、1683年7月3日、遊兵先である諏訪高島城、南の丸にて死去した。92歳。息子である徳松、母は、竹の局は方面の際に同行が許されず、さらには、岩月藩主。 安倍主義ぐの預かりとなったもののこで礼遇され、寛永九年、1632年に住居に火をつけて自殺している、去年十八。家康との中は、実は埋まっていたという説もある。それが、この風の笛の逸話である。この笛は、織田信長、豊臣秀吉家康と渡り歩いたものとされており、その天下人の象徴である笛を、家康は、茶局を通して、 ただてるに渡したと言われている。現在、長野県諏訪市の佐田松院に保存されている。徳川宗家より社面されたのは、死去から300年後の昭和59年、1984年になってからであった。ただてるの菩提寺である佐田松院の住職、山田和夫が300回忌での社面を思い立ち、徳川宗家18代目当主の徳川恒高に願い出て実現した。 7月3日、常高によって謝免され、仏前への報告は、定松院の男神との都合などで3年後の昭和62年、1987年10月24日に行われた。10月24日の法要には、仙台伊達家当主の妹安和家当主、当時の家臣の子孫など、約400名が参列し、常高が謝免状を読み上げた。なお、常は、その後、 小玉孝太に歴史を後から変えるべきではない胸の批判を受けている。ただてるは時系の結城秀康と同じように父親から生涯を通じて嫌われた。その理由は、ただてる同様に母親の身分が低かった秀康とほぼ重なるが、とりわけただてるについてはその要望を嫌ったという記録が多い。反感府は世につて古はの、忠だ生まれたまいしとき、徳川殿、 家康ご覧事るに、色極めて黒く、まなじり逆さまに避けて、恐ろしげなれば憎ませたまい、捨てよと、大せあり、と伝える。つまり、家康は、生まれたばかりの新生児であるただてるの顔が、ミニキーという理由だけで、捨て子扱いしたのである。反官府は、慶長三年、ただてるが7歳の時、ただてると面会した家康が、恐ろしき面魂かな、サブロー。 松平信康が幼かりし時に、イフとコロナかりけりと語ったとも伝える。さらに、ヤシの同年の記事には、家康が忠てるを見て、綿棒会議、サブロー、松平信康の違うに似たりと言ったという記述がある。家康は、長男、信康の面影を忠てるに見出していたようである。おいで、同じく会役された、松平忠直な,などと、同様。 タダテルは、粗暴な一面があったとも伝えられている。タダテルは、順調に出世して、最終的に75万国の大使となったことから、家康はタダテルに報いたとされることが多い。しかし、慶長11年、1 6百6年の川中島12万国の大使であった時点で、弟の吉直、7歳は、海府中25万国、より信、5歳は、 ひたちみと二十五万国、よりふさ、四歳には、ひたち妻藩十万国を与えている。しかも家康が忠だてるに所領を与えたのは、正宗や、茶漁らの運動があったためとも言われている。また、道母帝の松千代も幼くして、長沢松平氏を継ぐ形で、武蔵深谷藩を与えられていたのに対し、同時期の忠だてるには、特に何も与えられていなかった。 弟の松千代の溶接によって、兄の忠てるがその後を継ぐという逆の形になっている。家康没後の元那2年、1616 16年7月6日、兄の秀忠は忠てるに改役を命じた。以上が、秀忠が改役を命じた表向きの理由である。しかし実際は、以下の理由もあったのではないかとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。